これまた難しいコメント来てたよ。直樹です。ちょっと一息つきましょう。かっこいいラテアート作ってください。これはめちゃくちゃ難しいな。ラテアートは可愛いを求められてきたから、こんなこと言われたことないし考えたこともなかったけど、とりあえず作ってみるよ。皆さん、かっこいいって何を想像しますか？人物？動物？幻獣？しっかり考えたことなかったけど、かっこいいって可愛いより基準難しいかもしれないって思いました。〇〇をかっこよくとかならわかるんだけど、とりあえずこの前動画で竜や虎のラテアート作ってたので、動物幻獣のかっこいいはあれでいいかな。なので今回は自分の絵柄でかっこいい男の子描いてみたんだけど、どうですか？